おはようございます、釣り子 TV です。これね、先端が折れちゃった竿を、まあ、ガイドを付け直して再生してみたよって、こういったロッドなんですけども、早速ね、このロッドを使ってね、狙ってみたかったターゲットにチャレンジしてきたので、まずはこちらをご覧ください。ドライブ SS ギル、これね、折れちゃったけど直した竿で少し硬くなってるんですよ。で、まあ、それの具合を見たいのと、あとドライブ SS ギルね、これで美味しい魚が釣れるのかなどうかなっちゅうの、こんなのを試したくてですね、船を出しました。 P ラインのね、直結で、まあパワーフィネスをイメージしてって感じですが、こういう直リグにで、まあさすがに海にギルはいないんですけど、イメージとしては船虫とか食ってる、そういう目魚とかに効くんじゃないかなと思って、ちょっとね竿先短くなっちゃったんだけど、まあ従来ね結構もうピクピクで使ってたような竿を少し固めの調子にしたっていうことで、こういう根魚とかね、小づく釣り、まあバスだと、あとはサイトフィッシングでカチッと口にかけていきたい時とか、そういう時にどうかななんて思ってるんですけど、おあれ、これ船虫食ってるようなやつに引くと思うんだけどな。 SS ギル2インチの船虫パターン、お、食ったか、あ違う、あー食われたな。なんかいますよ、ターゲットは。船虫食いを狙っていきます。こんなテトラギリじゃなくてもいたな。パワーフィネスの穴打ちってイメージで投入してみておりますが、食ったか、あーダメか、お食った、なんか食ったよ、なんか食ったよ、 SS ギル、あーそんな大きくないけど、なんだなんだ、まだついてる、おーシャ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 、カサゴだ、美味しいターゲットが釣れました、イエーイ、ちっちゃいけど嬉しいね、好奇心旺盛な、口マジ開かない、はい、ドライブ SS すぎるね、これ色一緒で分かりづらいんですけど、2インチ初めてのターゲットは美味しそうなカサゴくんでした。ただね、まあ、ちょっと小さいサイズなんで、これはね逃がしてあげたいと思います。結構いいところかかってるね、クナムシだと思って食っちゃったのかな、じゃあ逃がしてあげます、イエーイ。はい、というわけでね、帰ってきました。なかなかね、面白かったんですけども、まずね、ドライブ SS ギルね、あれ買ってみて、なかなかねちょっと釣りに行けねえなと思ったんで、あ、カサゴ釣れんじゃないのなんて思ってね試したら、バッチリでしたね。多分ね、船虫だと思って食ってんじゃないかなと思うんですけども、なんか船虫っぽい動きをしてるなぁなんて見てて思ったんで、まあで、竿の方はですね、これ実際に使ってみたんですけども、まあ、しっかりとね、釣りの方楽しむことができたんで、
またね、海釣りとか、あとブラックバスでもね、ちょっとカバーの釣りとかね、これの元々の調子よりだいぶ重めのリグなんかを扱えるようになったっていう感じで、で、まあ、トルザイトガイドなんかつけてみたりしてね、いろいろ、遊んでみておりますので、まあ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 、今回は作戦大成功ということで、本日の釣り講 TV は、ドライブ SS ギルとね、この直した竿で、無事に魚が釣れて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。